こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。最近ですね、アマゾンでありえないような1円でね、冷蔵庫が買えるとか PS4 が1000円で買えるとかね、そういうので、まあ、結局買えないんですけど、まあ、詐欺、個人情報を抜く詐欺が流行っているという記事がちらほら見えます。で正直ね、 安いものを買う人のリストって、そんな詐欺で個人情報を抜いても役に立たないだろうと思ったんですけど、どういうふうに役立てるかがおよそ予想がついたんで、それをシェアします。えー、最近ね、Amazon では、えー、アカウントを作るときに ID と住所の証明が必要になりました。そして、新しいアカウントを作るとね、売り上げがしばらく入らないというような状況になってます。ということは、 えー、その、今までね、a z o n で作業を働いて、お金を抜いてた人たちは、えー、今、困ってると。ね。で、じゃあどうするかというと、以前からあるアカウントであれば、えー、入金が結構早いと。なら、えー、以前からあるアカウントをね、買うか乗っ取るかしてしまえばいい。そう考えると、1円とかね、そういう、えー、ありえないような金額で出した時に買ってくる人っていうのは、 ある程度慣れた人、あるいはね、セラーであるアカウントが多いわけですね。ということは、その買った人の情報をもとに、えー、そのメールアドレスとかでアタックしてですね、アカウントを乗っ取ろうとする。そうすればね、まあ、多分100人に1人とか、まあ何百人かに一人はアカウント乗っ取れると思いますんで、バ、え、カ、ー、げた値段でね、出品して、その、 まあ、購入者に片っ端からね、えーまあ、ツールかなんかでアタックをかければ、かなりの割合でアカウントが乗っ取れるというのを狙ってやってるんじゃないのかなと思います。まあ、ですのでね、そういう商品を買った覚えのある人、ね、詐欺に引っかかったというかね、その詐欺の商品を買ってね、怪しいなと思う人は、20人証にしとくとかね、えーまあ、アカウント乗っ取られないように対策しといた方がいいです。 えー、結構ね、名前とか生年月日とかね、えー、そのあたりから、えー、思いつくような、えー、パスワードを使ってると、もう本当に数十分とかで、えー、パスワードは破られますんで、えーね、安直なパスワードにしてる人は、すかさず二重認証にすることをお勧めします。ねまあ、ずっと不思議だったでしょうね。もう今更ね、えー、売り上げは 隠れないしその詐欺に何の意味があるのかなと思ったんですけどアカウントを作れなくなっちゃったらねもともとあるアカウントを乗っ取りゃいいという風に考えるのは自然な行為なんでおそらくそれが狙いでやってるんじゃないのかなと思いますくれぐれもご注意ください以上天板アカデミー堀秀夫でした